川県下伊那郡木村忠さんからの作品。今回のこの企画は、もし温泉にこんなへんてこなマッサージ機があったらというもの。早速我々は美術スタッフと綿密な打ち合わせ、完璧な作戦を練る。そしてやってきたのは菅平高原スキー場。世界的スキーリゾートとして知られるスイスダボススキー場と姉妹提携を結び、日本のダボスと呼ばれる屈指のゲレンデ。そんな純白の舞台に露天風呂と脱衣所を設置。ゲレンデの頂に建てられたここダボスの湯には、今回の主役ストレス解消マッサージ、もんだ途端に別世界があった。このマッサージ機、100円を入れると同時に10秒前からカウントダウンを開始。そしてその数字が0になると、ある仕掛けが作動。とんでもないことが起きるのだ。まずはお風呂から上がってきた青年、座った。そしてお金を入れた。カウントダウン開始。気持ちよさそうにマッサージを受ける青年、しかし数秒後にとんでもないことが待ち構えているのだ。なんとこのマッサージ機、壁ごとひっくり返り、いきなり白銀の世界へ放り出されてしまうのだ。次にやってきたのは年配の男性。お金を入れた。カウントダウン開始。この老人、小銭を料金ボックスの上に置いた。このマッサージをあと数回受けるつもりなのだろうか。いきなりの事態に呆然とする老人。何が起きたのかとスキーヤーも呆然。しかしその老人、スキーヤーの注目を浴びながらもすごすごと入り口へ歩き出す。続いては親子連れ。何も知らず父親の前に座った子供、これは親子揃って放り出されてしまうのか。入れたとその時、父親に言われ灰皿を取りに行く。だがカウントダウンは始まっている。再び座ってしまうのか。続いてやってきたのは2人の若者。入れた。そしてカウントダウン開始。気持ちよさそうにマッサージを受ける2人、右と左の選択が彼らの運命を変えるとは知るよしもない。なんか光ってるけど、なんとその男、椅子にしがみついたまま戻ってきたのだ。今度はさらにグレードアップしたマッサージ機を設置。その名も超スーパーマッサージ機エクスタシー。果たしてどんな仕掛けがあるのか。何の疑いも持たずマッサージ機に座る青年。そしてお金を入れ、カウントダウン開始。まずはマッサージ機が回り出した。一体この後マッサージ機はどうなるのか。火をついて壁を飛び出したマッサージ機はなんとソリに大変身。真っ裸で発進した青年はスキーヤーたちの間をうまく滑っていく。そしてジャンプ成功。次はこの青年、カウントダウン開始。マッサージ機が回り出す。しかし青年の友達は助けを求めずただ見てるだけ。さらに友達逃げる。全裸の青年を乗せ華麗に雪上を滑っていくが、その時クラッシュ。午後6時、リフトも終わり、最後のお客となる青年がお茶を片手に腰を下ろす。お金を入れた。カウントダウン開始。
マッサージ機の異常に驚きながらもしっかりとお茶を持っている。だがお茶をかぶりながらも大絶叫。しかしこれはかなりのスピードが出ている。ということは見事大ジャンプ成功。そのまま加速し直滑降。誰もいないゲレンデに彼の叫び声がこだまする。